さあスマブラスペシャルやっていきましょう。またVIPに戻る直前まで来てるんですけど、今回はまあせっかくの乱闘の機会ということで特別ルールを設定してきましたよ。今しかできねえんだよなこういうの。嫌な予感しかしない。そう、その通りです。一体どんなルールで来るんだろうな。4人揃った乱闘の始まりだぜ。選ばれるルールはこの中の誰かのルール。優先切ってたらもうちょい確率は高いですがね。私のルールは来たらすぐにわかると思う。さあ誰のルールだ。よろしく。あ、僕のルールです。体力制だぞ。で、時間もたっぷりある。まあせいぜい頑張ろうやお互い。わあ死にそう。圧倒一戦ぬ。ボンブ。お、キャリアミケ。失礼。やべ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 。ほら来るぞ。よし、ズキュン。ブロックすげえ邪魔なんだけど。ブロックが邪魔すぎる。うえ、やば。これな、おっかねえな。これ考えること多すぎない？喋る内容にそういう意味で困るよ。なんかのんきしてたらさ、やられそうで。うわー、また一人増えた。タシーロス、約束の地へ戻ってきました。こんにちは。やべ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 。ボンバーボンバーボンバー。やばいやばい、押し流せる押し流せ。カオスすぎるでしょ。ふう、怖え、おかねえ。やばいやばい、次に来てる次に来てる。勇者のは、勇者か、勇者のはね、当たったら結構痛いよ、気をつけて。うわ怖え。ジャック入れて、横スマを外しちゃったからスライディングでごまかす。つん、いて、ちょっと、なんでそんなことするんですか。怖え。そこですね、勇者。天罰、算数を学べ。一般常識はそう、生きる糧だよ。全然飛ばねえ。切り札から切り札のコンボだと、かわいそうになってきたぜ。さすがにうまく刺さるもんだ。やるね、ウサ耳セフィロス。よし、私は逃げた。この体力だったらもう逃げられないんじゃないか。怖っ。あれ、アイテム消えちゃったよ。やめて。恨まれてるかな、恨まれてる。やばい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 、切りたくない切りたくない、超切りたくない。怖っ。よし、リュクシ、約束の地へ。怖っ。 OK。 今のところ勇者が一番頑張ってる感じか。勇者どうにかしたい、ね、よし、ゴーゴーと。怖え。やばいやばいやばい、あいつやばい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 。あっつおいっせん。やばいやばいやばい、離れろ離れろ。ウルフのあれくらいたくね。重たくなってきたんぬ。やばいんぬ。行くぜい。突然重くなってきましたね。大丈夫か。大丈夫かな。狙われたらひとたまりもないを。戻ってきたかを。戻ってない。ああ、どうしてイレギュラーは発生するんだ。やめろ、この。うお、死ぬ。うわ。二人まとめていったか、これは。さらばだ。よしよしよし、くそ。
どっち狙うべきかね、これ。床ないんですけど終わり方がっけねえ。さあ、実況解説やっていきますよ。今のところ体力はほぼ5分と5分なんですけど、突然の超火力という意味では勇者の方に分があるか。マジックポイントもまだまだありますね。できればここで切り札を当ててやりたいところ。切り札はね、うまく端で当ててやれば固定吹っ飛ばし系ならそのままバーストも狙えますが、どうでしょう。全然飛ばない。さあ、勇者逆襲の一撃届く。体力性なのでね、あんまり吹っ飛ばしはないんですよ。ただマルスとかの切り札に関しては例外でな。あれは結構飛んだ気がする。すげえ、ラリホーがあの場にとどまってるよ。ダイヤ装備をうまく活用していけるか、スティーブ。本当に互角の勝負。違いといえば、でもスティーブ君は今ちゃんとあれですね、鋼かそういう素材ちゃんと集まってますね、鋼鉄が。なのでまだまだスティーブは戦います。こんないい勝負そうそうないぜ。さあ、やや勇者不利か。もうここまで来たら、おっと、爆風で転んでいる。わからない。ギガデイ、むしろ根っこで当たらなかった。投げてパーセントはほぼ互角。あと一発、あと一発か、あと一発か。ドラグーンのパーツは残念ながら分かれてしまった。あーっと、ここに来てスティーブの思い一撃が。植木を、植木を繋いでいる、繋いでいる、繋いでいる。植木を擦っているさあ、後ろ、後ろ取られてる、擦っている、ジャコを擦っている。さあ、 TLT、 TLT、 TLT。 さあ、ブロックを置いて、ブロックをスティーブが暴れたな、今回は。いや、楽しかったな。いや、こんな熱い体力戦もそうそうないぜ。いいもん見れたね。おめでとうございます。僕は負けは負けだよ。混ざりたかったな。まあ、私がいなかったことでこの勝負が生まれたと思えばね。うん、シン君いらなくない。さあ、チーム戦になりました。ルールは切り札のみのようですね。よろしく、ボンベ。任せな。いてててててて、まとめていっちまった。おららららふう、ゆっくり行きな。おいや、よし。うお、マジで、すげえ飛んできた。うわ、まあストックで1個有利取ってるから終始プラスってところか。向こうからしたら思い切りがいいな。というかチーム戦だからな、あんまり八頭一戦のこの隙に関しては気をつけておかないといけないね。ゆっくりどうぞ。おえ、ボンベー、怖っ。よし、うわ、マジか。意外と伸びるね、あれ。バシャ、おお、やめろって。よし、ひー、ダブル切り札ぞ。いけ、ふう、えい、ボンベ、まとめて吹き飛ばしてやる。ギエス、両方いった。うれ、やべやべやべ、マジかよ。やべやべやべ、きつすぎる。これやばすぎる、やばすぎる、マジで。クッパやばすぎる。ルールを理解しすぎている。あれ、捕まったら終わりなんだぜ。届かんか、クッパ。どうにかしんといかん。ギエうめえな。クッパでガードしたヒットストップでもあのバンナックルはガーフになったな。さあ、私のルールへようこそ。怠慢なのでアレンジしておいたぞ。ふっふっふ。さあ、ドラクエのステージ、どういうギミックだっけ。動くだけだっけか。あれ、戻ってこれる。あれ、ほい、
お金ブルエボンバーおいや一旦逃げますよ。ズンいてて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 。ボンバー無理か。投げた時は自分に爆風いかないんだね。あれなんかマリオカード的な。おいやえい、ー、わお悟空もん悟空もん悟空もんこっちを切るんだぜ。ほら上京上京。あれブラックホールは強いんだよな。ブラックホールこれすげえ当てやすいからなマジ。ういやうえマジブラックホールおお死にます。こうなったらスーパーノバしちゃうぞ。この後ショベルはやべえな。おいおい獄門かよお前。パクリかパクリか。おおおおお獄門愛護団体に訴えるぞ。うれえ。え言っとけ危な。おいやおいやフォッコー助けてフォッコー。焼けてる焼けてる死んじゃった。うれヘイノー間に合ったのか。しかもややこまとかいう割とめんどくさいの出てきちゃった。ヒーややこまやめろ。行くぜビッグセフィロス。セフィロス的じゃんガーフじゃん。くそすぐジャンプできんのか。あれ意外と後すきねえな。あれは投げません。まあいっか。おいボンベうれいい勝負ですね。やばいやべえこの位置はまずいな。空上にゴリラされる危ない。ああ裏回避読みオッケー一点読みだった。危ねえこれガードされたらガーキャンつかみで終わってたな。はあよしよしよし熱い試合ができて何より。セフィロスセフィロスよろしくお願いします。いくぜヘイヘイ。さあスマートに行きましょうか。よいしょ台を活用していこうぜ。ボンバーなかなかこの足場の微妙な違いで刺さるコンボと刺さらないコンボあるからな。これ熟しほいっとつけといたぜ。メタルセフィロスだけどメタルセフィロスってなんだよ。でもなんかあれがああしたらありえそうな。ウサ耳セフィロスだけど僕もふう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 。いやーそうでもなかった。ここまで追い詰めておいてそんなリアリストな。やめろー。ガードしたら切り札食らうしガードしなかったら長さ打ちで結構辛い状況では。届くかな届かねえか空中だもんな。鼻で死んださーてどうしましょうかね。あれは私の悟空もおびき寄せようとしているに違いないぜ。やめろ。おっうれっほっほっほっうれっほえオッケーいいねアシストフィギュア。追い詰めろ追い詰めろ追い詰めろ。僕も惜しいねいいねであれ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 何に止まった。おいうれっ怖え、この位置まずい。
ポイッと。ゆっくり行け。やべやべ、おぶぶぶ、そんな、そんなのあんまりだよ、そんなのあんまりだよ、そんなのハメや、ハメや。はっ、気づいたぜ、俺は逃げるぜ、はっ、俺は正気に帰った。ちょっとゆっくり投げるのやめてください。いてて、刺さる、セフィロスにあれが刺さったら、痛い。よし、やばい。ゆっくり。ひえー。お、よっしゃ。これつけたらとりあえず圧倒的有利だから。ああ、避けれねえ。回避してんだけどな。モーション出てんだけどな。無敵判定はまだないやつだ。いくらっちまったぞ。普通に勝てば問題ねえ。切り札なんていらねえ。あ、ミッケー。やっぱアンドロフォージさんの力ぐらいわかりますよ。助けて。向こうからしたら最高に矢印強い状況のはずなんだよ、これ。うらっ、やめろ。はい、あと一発。アンドロフォージさん、おじさん、やったぜ。シューすぎる。セフィロス、ありがとうございました。体力戦もたまには面白いもんだよ。シュールな最後のギュッピーンがね、なかなかレアだったりするから、ありがとうございました。